横断歩道の手前で止まって、まずサイン。だらん。はい、またまたやってまいりました。おうちで学ぼう交通安全。私はもうすっかりおなじみな横断歩道のしましまお姉さんでーす。キラキラになーれ。すでに今年の桜は散りました。でもしましまお姉さんの中の桜はまだ散っていません。あれあれ、しましまお姉さん、何やらウキウキしながらお散歩してるよ。大丈夫かな。あ、危ない。バケロ、気をつけろ。大丈夫、しましまお姉さん。大丈夫みたい。マンモくん、ありがとう。もう、危なっかしいんだから。イエーイ。マンモくん、こんにちは。やあみんな、こんにちは。僕は魔法幼稚園のマモルワタルだよ。さてさて、今回動画配信日が4月13日なわけですが、まさに春の全国交通安全運動真っ只中。ということで今回は、交通安全についていろいろお話ししていきたいと思います。世界一の交通安全都市、東京を目指して。ということでとうとう始まったわけなんですけど、マーモくん、今回の交通安全運動の重点は何なん？今回の重点といたしましては、1、子供と高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保。2、自転車の安全利用の推進。3、歩行者などの保護をはじめとする安全運転意識の向上となっています。ふむふむ、やっぱり気になるところはマモくんやしましまお姉さんがテーマとしている子供の交通安全だよね。そう、ならいきなりショッキングな話だけど、子供の死亡事故が前年度から比べ915人増えてしまっていること。ほら、去年はコロナウイルスくんのせいで交通安全ミュージカルできなかったから、その影響があったかないかは別として、子供の交通事故の状況を詳しく見てみましょう。はい、まずは1年を通して子供の事故が最も多い時期としては、5月から6月なんですね。え、来月じゃん。そう、これまで外を歩くときは大人と一緒に手をつないでいたのが、小学生になって子供だけで出かけることが増えたっていうこと。それが理由の一つだとも言えちゃうよね。新1年生の交通事故は6年生のなんと 3.7 倍。さらには男の子は女の子の2倍というデータもあるんだよ。あー、ママくん見てるとなんかわかる。続いては交通事故が多い時間帯を見てみましょう。圧倒的に16時から17時が多いじゃん。夕暮れ時、黄昏時、大曲時なんて言い方もするよね。怖っ、魔物に出会っちゃう。てか、いにしえより夕方薄暗くなった時に大きな災いに出くわすと信じられていたことが背景にあるんだよ。薄暗くて周囲が見えにくくなってついバーっとしちゃうことってあるじゃん。そういう時、魔が差したって言うでしょ。うまいこと言うじゃん。え、別に。自宅からの距離別ランキングとしては50メートル以下が最も多い。ということは、新1年生が学校終わって一旦お家に帰ってランドセルぶん投げてーの、マモくんち行ってきまーすってお家飛び出す瞬間が一番危ないってことだね。そう、まさにその通り。この円グラフのように飛び出す事故が全体の3割を占めてるんだ。お家の人は玄関のちょっと先まで見送ってあげた方がいいってことかな。それと地域の大人が一緒になって子供を見守るのがいいね。そして子供たちはまずサイン、右左、そして右、そのまま行きましょう、真ん中へ、今度は左だ、最後まで。
これをしっかりとやるんだぞ。よし、しましまお姉さんがしっかり理解できたってことは、良い子の皆さんはもう大丈夫だね。何それ。じゃあ、美味しいスイーツでも食べて帰ろう。やーべー、魔法幼稚園の園長先生に見つかっちゃった。あーれー、あれあれ、これと似たようなシーンどっかで見たことなかったっけ。ま、いっか。さてさて、そろそろおしまいの時間が近づいてまいりました。本日の動画はいかがだったでしょうか。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた。お邪魔パジャマ。